タロ散歩チャンネル。はい、すみません、ありがとうございます。およそ50分ぐらいかかりましたかね、まあ、定刻より10分ぐらい遅れて到着しましたけれども、着いた先はこちらの道の駅いわきというところです。そう、今回の、ね、お風呂の目的地はこのいわきというところですね。由利本荘市というところになるのかな、まだ秋田県なんですけれども。でここの中をこの橋の下を渡っていくと道の駅があって、そこになんかねお風呂が併設されてるんですよ。で今日は、ね、そこのお風呂でちょっとゆっくりしていこうかなと思います。でここを選んだのは近くに JR の駅があるんですよ。で1時間1本ぐらい秋田方面に電車出てますんで、それ乗ってあのお風呂入ったら秋田駅に戻りたいと思います。あ、これ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 、ここですね。ここになんかお風呂があるみたいなんです。道の駅付きのいわき温泉港の湯総合交通ターミナルケベックうんぬんというふうに書いてあります。横にはでっかい風力発電が、海沿いはなんか風力発電の風車がところどころあるという感じですね。で帰りはね、もう一回言いますけれども JR に乗って帰ります。駅が近くにあるんでそこまで歩いていきます。なんか北海道以外で道の駅に寄るというのはなんか新鮮ですね。逆にあの北海道はなんか道の駅が当たり前のようにあるんで、回ってみてもなんか全部制覇できるかどうかわかんないくらいいっぱいあるんで結構楽しめるんですけれども、本州ってどうなんでしょうね。なんか北海道はありすぎるって知ってるんですけども、あーでもねやっぱりね結構車止まってますんで人気はあるんですよね。今2時半ぐらいなんで、まあ、最速4時の列車に乗っていこうかなと思います。で4時がダメでも5時があるんで、まあいいかなって感じですね。あ、潮の香りがしてきた。今我々がいるのがここですね、上の方の道の駅いわき。ずっと降りてって降りてきていくと三ヶ星とか、まあ、先方とかそういうようなところこの後行きますけれども、あ、この後というか、まあ、秋田からまた明日かな、明日ぐらい行くと思います。ことことと、しかもなんだこれは、こんなところに道があって人工の島らしきものがあそこにありますけど、あれは何でしょうね。あ、島じゃないか、なんか防波堤みたいなやつですね。防波堤みたいなところに通じる道もあります。この海の方には結構降り出るみたいで、ポツラポツラと親子連れとか友達とか恋人とかカップルとか恋人とかカップルとか、はあ、いますけれども、あそこでキャンプしてる人もいらっしゃいますけど、まあいいんだよね、いいと思うんですけれども。で向こうに見えるのが男鹿半島ですね。こっちの方もうここは本当に初めて来ました。あの本気で初めてです。あの秋田から山形方面の方にそれちゃうんで、海側というのはもう全く初めてなんですよね。まあ、なんならば、なんていうかな、まあ、北海道以外で日本海を見るのは初めてっていうぐらい初めてですね。あ、下関で微妙にあったかなっていうぐらいかな。まあ、飛行機とか乗ってる時は別ですけれども、こう陸地でなんかまじまじと見るのはなんか初めてかもわかんないです。ここに道の駅いわきの説明があります。島式漁港公園いわきアイランドパークの中にあるっぽいですね。先ほども見ましたけど、この風力発電の風車、そして温泉があって、で今ちょっとここお手洗いで用事をさせていただいたここにいます。でこっちの方には総合交流ターミナル、まあ、いわゆる道の駅活魚センターとかもあるんですね。ちなみに由利本荘市というのはもともと、あ、ごめんなさい、由利本荘市いわき地域というのはもともと昭和30年、1955年の7月に亀田町と西川村というのが合併して、で、亀田藩を統治していたいわき市という、まあ、藩主の名前に由来していわき町が誕生しましたけれども、平成17年、2005年の3月に、平成の大合併で由利本荘市というふうになりましたということがそうです。でこの西川というところは、この地区はこの海岸で昭和30年1955年に日本で初めてロケットが打ち上げられたロケット発祥の地としても知られていますということです。あのペンシルロケットってね、あの大隅っていう
あの日本初の人工衛星じゃないんですけれども、その前にペンシルロケットっていうちっちゃいので、とりあえずどんな感じで飛ぶんだべっていうふうに試験で上げたっていうロケットがあるんですよ。でそれがその秋田県のこの道川というところで発射されたみたいです。でそれでロケット発祥の地ということで知られているということです。この道の駅自体は平成11年、1999年の8月に登録されて、で翌年、2000年に秋田県内15番目の道の駅として開所したということだそうです。由利本荘市には本荘ハムフライという、ね、B 級グルメがあるみたいで買っていましたよ。本荘ハムフライバーガー440円でした。この、ね、厚切りハムが、ね、特徴みたいです。これが特徴の本荘ハムフライ。ハンバーガー食べた後もずっと1時間ぐらいそこでビデオカメラの電池とそれから携帯の充電をしてたんで、もうなんやかんやで4時近くなっちゃって、それでもまだ何もしてないんですよ。まあ、ということで5時か、その次は5時55分ってあるんですが、まあその辺ぐらいのどっかのバスじゃない、列車乗って帰りたいと思います。それでも今日十分全然いいのでね。で、こちらがいわきの海の海岸です。で、こっちの方を渡っていけば、そっちの方に防波堤、まあ、漁港がありますし、下に降りれば、どこから降りれるかな、そこら辺から降りれそうですけれども、あ、降りれるな。降りればこの砂浜で海を眺めることができるんで、まあせっかくですからちょっと海を眺めて、今日ここでライブ配信しますか。そうしよう。ここでやって、秋田に戻ってもどっかでできるでしょう。まあできそうだったら秋田でもやってということで、2カ所でライブ配信をやりましょう。よいしょ。ただこれ階段が急ですね。めちゃ急ですね。よいしょ。よいしょ。ああ、結構高いところに我々いたんですね。こっちがお風呂の建物で、こっから見る海の景色がいいんでしょうね。ここは車も、あ、そっか、ここ車道なんですね。こう車が入ることできるんだ、脇の道から。なるほど。よし、今日はここで、すごい砂浜が、あ、いいな、この砂浜のこの感触が何とも言えない。じゃあ今日はここでライブ配信をしましょう。この橋もちょっと渡ってみたいですね。これ下手したら6時ぐらいの列車で、まあまあいいや、今日は秋田に戻るっていうつもりでいたから。で、秋田から先は明日行きます。明日はどっちにしろ、そうだな、新潟までは行っちゃいたいなと思ってるんで、頑張って新潟まで行きたいと思います。明日20、25だよね。もう1日あれしてもいいんですけれども、酒田でちょっと泊まる場所がちょっと微妙なんですよね。酒田のネットカフェがちょっと駅から離れて行きづらいなっていうのがあるんで、じゃあ秋田と新潟確実にあったから、じゃあそうしようかということでね、ちょっと場所は伏せる形式で最後に場所の正解を発表したっていうね、そういうライブ配信にしたんですけれども、見事正解されましたけど、まあ、地元の方一人と勘のいい方一人に、ね、正解されちゃいましたけれども、まあ、いいんです、まあ、それはまあお遊びみたいなもんなんで、とかやってるうちにね、ここになんか桟橋があるのに気づきまして、これはなんだべということでちょっとね見てみたいと思います。こうね、まあ、なんやかんやね、ここ上がね網で下が透けて見えるそういう高いところを歩かなくちゃいけないんで、まあ、先端までは行けませんし、ちょっとお風呂の時間とかもだんだんなくなっちゃうんで、それであれなんですけれども、でも気になるじゃないですか。でしかも見てみると結構錆びてるし、そしてこの桟橋の入り口のとこもこう砂で埋もれてる感じなんで、まあ今使ってないんだろうなみたいな、そういうね雰囲気がプンプンと漂ってるんですよ。まあこれが何だったかっていうのが気になりますよね。まあ一応結論先に言っちゃいますけれども、調べた結果こういう風になりました。多分下に字幕が出てると思います。もしちょっとこう調べて分かんなかったら、多分ここの字幕のところに秋田犬可愛かったですという風に書いてると思いますけれども、まあそういうことにしといてください。ということで、この桟橋なんですけれども、これは結局ね何だったんでしょうね。なんだか分かんないんですけれども、ここが桟橋の入り口で、一応上からも行けるんですけれども、砂浜からだったらばこの脇のところによっこいしょっと、
脇からも地味にこういう風に入れます。よいしょ。こんな感じで、ここでずっと見ての通りこっちまで続いてるんですよ。これ何だったんでしょうね。 何に使われてたんでしょう。でもまあ少なくとも今はこちらの橋ずっと渡ったところにあるこの島式の漁港のところには何かしら使われてるようです。もう太陽もちょっと低くなってきたんで、どうかな、今4時半だからあと2時間ぐらいで日が沈んじゃいますけれども、まあ、さっきはこの下をくぐってきたんですけれども、ちょっと上の方から歩いてそれで道の駅の方に戻りましょうか。まあ、あと気になるのがこの人工的に盛ったであろうこの砂の山、これは何なんだろうというふうに思うんですよね。まあからさまにこうなんか自然にできたようなタイプじゃないじゃないですか。なんかまあなんか理由があってこれ掘ったか持ってきて盛り砂したかみたいな、そんなとこなんですけど、これは何なんでしょうね。よっこいしょっと、こう見えてみるとあんまり綺麗じゃないですけどね。いや、いい運動になりますわ。4月9日に私前のその中部空港から帰ってきた後、ちょっともう1日だけ別な用事やって、それから家帰ったんですけれども、そっから先ね、あんまりそう YouTube なりなんなりのちょっとお金が振り込まれるまで1週間2週間ぐらいあったかな、2週間ぐらいね、あんまりお金がなかったんで、あんまり外出してなくて、買い物と歯医者ぐらいしか出かけなかったっていうね、そういう日々を送ってたんですけども、それからお金が入って、あ、もうちょっとなんか回れるなと思って急遽予定組んで、こういう風に今秋田県のこういうところにいるんですけれども、結構ね今いい運動になってるんですよ。家にいるとやっぱり体がなまってダメですね。よし、どっからちょっと、まあこれ獣道ですけど、ここから降りようと思えば降りれますっていうような道がついてます。ここはいわきアイランドブリッジというふうに書いてます。だからその多分人工で作った島だと思うんですけども、こっちの漁港のある島、ここまで通す道、あの橋ですね、書いたのは由利本荘市長のなんとかさん、ちょっとそこ埋もれてますんでそれ以上呼べませんけれども、で竣工したのが平成19年ですから、2007年ですか、2007年にこの橋できたみたい。道川漁港だから、まあ、この辺でだから道川ってあれですよね、日本で初めてペンシルロケットが打ち上げられたのがここなんで、あのロケットの実験として、だからこの辺の砂浜で日本で初めてロケット打ち上げたんですね、ちっちゃい模型とはいえ。でこれ警告なんだろうと思って見たんですけど、密漁するなっていう例のやつですね。許可なく岩垣等の海流を取ることはできません、密漁は漁業権侵害として告訴されますみたいな。そうなんですよ、これもね、漁業権は著作権より厳しいですからね。あそこには何らかのボートが、漁船っぽいなんかがありますけどね、すごい勢いで走っております。まあ、ちょっとあっち行くとまた時間がなくなるし、お風呂入らなくちゃいけないんで、そろそろこの辺にしますけどね。でさっきはあの崖の急な階段を降りてきたんですけれども、今度は脇の方にも緩い階段があったんで、そこ登ってお風呂行って、それで、ね、多分17時55分の列車に間に合えばいいなって感じですね。それに乗ってあの秋田駅に戻りたいと思います。もう階段登るの疲れてきた。登るけど登らないとお風呂入れないし、あれですよ、ここでずっとゴロゴロしててもあれですからね、ここで27日来ちゃいますからね、新潟行けなくなっちゃう。あ、上から見るとあの向こうの漁港の形がよく見えますね。ぐるり取り囲むようにして中に船を入れるみたいな、まあ、津波とかからある程度被害を免れさせるためのやり方ですよね、これね。
ということでさっぱりしました。あのね、私泉質とかあんまり詳しくないんですけれども、なんか黄色い透き通ったお湯だったってことだけは分かりました。温まったところで、列車が来る10分ぐらい前になってしまいましたので、ちょっと行った 2,300 メートル行ったところに駅があるはずなんで、そっちの方行きたいんですけども、ただね、パッと見駅舎ってなんか線路の反対側にしかないような感じがするんですよ。もうね、こんなにとっても夕日綺麗なんですけどね。ちなみにここの海抜が16メートルだそうです。で、線路は向こう側にあるんで、これを道なりに行けば駅に行ける何らかのものがあると思うんですけどね。ちなみに電車の中で飲もうと思ってこのアクエリアス買いました。110円でした。今回はちょっと安く売ってましたんで、これを飲みながらほてった体を冷ましつつ秋田駅に戻りたいと思います。あ、ここが駅ですね。だからそこに行ける何かの連絡通路的なものがあればいいんですけれども、これが地図で見た感じ、なんかこの線路ここなんですけど、この下をくぐっていく連絡通路っぽいんですよ。あ、そうっぽいですね。そう、地図見た感じではこっち側に駅の入り口がなくて向こうにしかないんですよね。こんな感じでいわき港駅というところなんですけれども、新鶴ヶ田連絡通路っていうのかな、連絡路っていうのかな。あ、そうですね、これをくぐっていけば出口があって駐車場があって駅に行けるという感じです。ちなみにここ上越本線といって、秋田からスタートして一応ゴールは新潟なのかな。まあ越っていうのは、ウっていうのは多分ウデンとかウゴとかいますよね。まあ出羽の国ですよね。出羽の国っていうのが、まあ秋田とか山形とかのあたりなんで、で越は多分越後とか越前とかあっちの方なんで、まあ新潟県のどっかなんでしょうって気はするんですけども、すいません、なんかそこまで気にして見てないんで、なんかどっち方面って書いたらそっちに乗ってきゃいいやぐらいの感覚でしかないんで見せちゃった。ああ、こうなってこうなって結構立派なっていうか綺麗な駅ですよね。駅舎がこうで、こちらが何だっけ、ウェーブいわきという何の施設かな。ああ、なんか由利本荘市のいわき地区のいろんな行政サービスのいろんな施設で、あの図書館とかそういったもので、こちらには水仙の花がきれいに咲いておりますし、いいとこですね。ちょっとね、そう、国道、そこ国道7号線ずっとさっきバス走ってきたんですけども、国道よりもちょっと小高いところを走ってるので眺めは良さそうです。ここにこの近辺の観光マップがありますけれども、亀田の町とか、それからこのいわきの近辺とか、まあいろいろ見て回りたいところはありますけれども、まあ、とりあえず今はここ秋田に戻りましょうね。切符は、あ、ここで売ってるのか。一応窓口が閉まってるときはこういう発見ボタンを押してくるみたいな、そういうのもあるんですね。 JR 北海道でも、その駅に着いたら整理券取ってそれで降りる駅に見せてみたいなことやりますもんね。おおよそ5分後かな、55分、17時55分に列車がやってきて、秋田に着くのが6時20何分とかだったような気がします。そんな時間食わないで、バスよりはずっと早く到着できます。ちなみに料金が420円。秋田方面行きワンマンカーにお乗りのお客様はこの付近でお待ちくださいって書いてます。そうだ、あの北海道って運転手さんの、ま、あの運転手さんの真後ろなんで一番先頭のドアしか開かないんですけど、こういう時って。そうだ、東日本ってなんか中途半端なとこ開くんですよね。八戸とかもそうでしたよね。
だから反対方向のこれか宇後本庄方面であると、おっとびっくりした、まもなくあっちの方で開くんですよ。列車が参ります、はいはい、危ないですから下がってお待ちください。まもなく下り列車が参ります。危ないですから下がってお待ちください。秋田行きですね。終点の秋田まで乗りたいと思います。列車は2両かな。ということで秋田駅に到着しました。アクエリアスもすっかり空になり、すっかり空になりました。ちょっとちょっとちょうどね、新幹線ホームに新幹線止まってたんで、それだけちょっと見てから改札出ましょうか。こっちは次に19時45分にならないと列車出ないんで、しばらく大丈夫でしょう。院内行きって書いてますけども、院内ってどこで、それはともかくここに新幹線、回送列車になってますけどね。で、ここで新幹線の線路が止まってて、それでこっちからは在来線だから、ちょっと心なしか、こっち40センチぐらい幅が広いんですよね、線路ってね。1400何ミリですよね。1400何ミリで、要するに140何センチ でこっちが1069ミリだから、まあ、106、7センチぐらい、40センチやっぱり違うんで、こことこう見るだけでもちょっと幅が広いなっていうのがよくわかります。あ、なんやかんや、ここ列車来るのか。新幹線の乗車口がここで仕切られてて、こっちから新幹線見れそうですね。わかりますか、こっち。これはね、こっちのね、跨線橋から分かれるみたい。普通電車湯沢行きは2番線です。まあ、とか言ってるうちに新幹線出てっちゃいましたね。で、改札は向こうの方にしかないんですけど、あ、こっちにもあるよ。
こっからで、まあ、メトロポリタン口はこっちにあるんですけど、こっちの方が広いところに出れるんで、ちょっとこっちから出ましょう。連絡ツールもついてますしね。こっちはなんか古い古戦橋をそのまま再利用してる感じで、対してこっちは新しく作ってる感じですね。すみません、これお土産でいただいてってよろしいですか、ね、はい、穴を開けさせていただきます。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。あー、何でしたっけ、このムツメネメツみたいな人、日の句なんとかと、毎度名前忘れちゃいますね。あ、ここに名前書いてますわ。日の句めぐさんだそうです。こんにちは、日の句めぐです。めぐは皆様からの質問で成長します。なんかあれですよね、なんかご飯と味噌汁で成長してる波の言い方で、皆さんの質問で成長してるって言ってますよ。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログサイト、タロ散歩&雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。通知もオンにしてね。